はい、皆さんこんにちは。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、いろいろとね、阿部監督の構想というところがね、新たに見えてきたんでね、それをちょっとね、今日整理したいと思っております。はい、ちょっと今日はね、風景がね、まだ変わってね、申し訳ないんですけども、余談なんですけども、ただいまね、アメリカの僕サンフランシスコにいるんですが、ここに時計、バカでかい時計ありまして、なんと今5時25分ぐらい、です。はい、毎日ね、4時かな、4時に起きて、試合解説をやらさせていただいております。はい、まあそんなことはどうでもいいんですけども、ちょっとね、阿部監督の、この間ね、新しいね、構想であったりとか、発言がありましたんで、ちょっとね、それをね、箇条書きというか振り返っていきたいと思います。まずね、はい、まず一つ目なんですけども、これがね、一番びっくりしました。はい、岡本和真選手をレフトで起用する可能性ありますよというふうにね、もう言ったんですよね。はい、これはね、ちょっとね、まあ禁じ手ではないんで、ないんですけども、まあ4番バッターで、ましてやね、ファーストで固定、するっていうふうに言ってて、で今実際サードやっててとか言ってね、いろいろこう、まあ岡本選手が器用があるがためにね、こう、いろいろ動かされてきてたわけですけども、やはりそういったところで、まあ、レフト、去年やってましたけども、まあ、あんまりこう、4番バッターを動かさない方がいいよっていう意見って、間違いなくあるんですよ。で、僕の意見としては、僕もね、あんまり動かさない方が、特に守備位置っていうのは、あんまりこう動かさない方が、選手にとってやりやすいんじゃないかなっていうふうに思うんですが、やはりね、まあ今のセリーグの状況を見ていくと、やっぱり打ってるチームっていうのが抜け出してきてるなっていう感じはあるんで、そういったところで、まあほんまはね、変えない方が絶対いいと思います。その選手に対してもね、いい影響を及ぼすと思うんですけども、でもね、もうそんなこと言ってられないっていうのが、まあ、阿部監督のね、本心じゃないかなというふうに思うし、まあ、実際僕も監督をやったわけじゃないのでね、だからわからないんですけども、やはり勝つためには、そういった手っていうのも、まあ、必要になってきてるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。はい。で、それで二つ目がですね、まあ、ココモンテス選手が、まあ、入団ね、しましたけども、まあ、背番号が39やったかな、うん、っていうところで、入団しましたと。で、まあ、セカンドであったりとか、サード、ショートなんかを守れるというような選手でしたけども、阿部監督はですね、三遊間での起用を明言されました。まあ、三遊間っていうのは、まあ、サードかショートかっていうところだと思うんですが、まあ、後で詳しく見ていくんですけども、まあそういったところで、まあ三遊間っていう風に言ってるんでね。だから、岡本選手今サードとか守ってますから、岡本選手をレフトにやるっていう選択肢が出てきたんじゃないかなっていうふうに思います。まあこれに関しては阿部監督もおっしゃってましたけども、まあ動きを見てからだよと。ファームでサードであったりとかショートの動きを見て、まあ判断していくっていうところだと思います。言ってましたしね。はい。で、まあ、三つ目がですね、まあ、岸田選手を、まあ、キャッチャーとして非常に評価してると。で、まあ、このままね、まあ、主戦で行ってほしいみたいなね、胸のね、コメントをされてました。まあ、非常に、まあ、僕ね、仲いいというか、自主トレを手伝ったね、身からするとですね、まあ、非常に嬉しいと思いますし、間違いなくね、もうキャリアハイぐらい、試合出てると思いますし、こんだけね、実際ね、僕はやれる、とは思ってましたけども、実際その大城さんがね、キャッチャーにいるんで、なかなか出場機会っていうのが難しいんじゃないかなっていうふうにね、本心では思ってたんですけども、まあ、岸田選手が頑張りましてね、大城選手をファーストに、まあ、追いやったって言い方あれですけども、まあ、ファーストでっていう形になったんでね、よりね、一層ね、出場する機会が増えたと思いますんで、それはね、岸田選手の頑張りだと全て思いますし、うん、非常にね、いい活躍をされてるんじゃないかなっていうふうに思います。ではですね、今の発言、今3つ言いましたけども、今の発言をまとめた、フォーメーションというかね、ポジショニングというところを、ちょっと3つパターンあるかなというふうに思ったんで、ちょっと見ていきたいなって思います。はい、まずちょっとすいませんね、画像とかちょっとないんで、ちょっとわかりにくいかもしれないですけども、ちょっとね、イマージョンというかね、イメージしながらちょっと、考えてください。見てみてください。はい。まず、最初に、ワンパターン目、パターン1なんですけど、まあ、パターン1はですね、今現状のパターンになりますと。
で、まあ、キャッチャー岸田選手ね。で、ファースト大城選手、状態でね、入ってますと。で、セカンド吉川選手。で、サードに、岡本選手。で、ショートに、まあ、門脇選手か、伊豆口選手。で、レフトに若林選手だったりとか、佐々木選手だったりとか、まあ、立岡さんとか、長野さんとかね。で、センター、ヘルナンデス、ライト、丸さん。まあ、これがね、今現状のオーダーだと思います。まあ、これも、まあ、坂本さんが帰ってくる、まあ、12日かな ?DNA 戦、東京ドームから帰ってくるっていう噂ありますけども、まあ、いきなりスタメンかって言われたらちょっとわからないですし、まあ、状態見てだと思うんですけども、まあ、帰ってきてね、スタメンで出なかったとしたら、多分ね、おそらく今現状のね、この今パターン1のね、布陣になるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。で、パターン2ね。パターン2。パターン2はですね、ココモンテス選手が、まあ、試合に出ると仮定した場合ですね。まあ、キャッチャーの岸田選手、ファーストの大城選手、セカンドの吉川選手、ここまでは一緒なんですよね。で、ココモンテス選手の動きを見てからだよというふうなお話を今しましたけども、やはりですけども、僕の、まあ、予想ではサードに入ってくるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。まあ、守備ってね、やっぱりショートっていうのは要ですし、なかなかね、まあ、サインであったりとか、非常にね、連携というところも、そんなすぐできないんですよね、実は。うん。ピッチャーのね、ピッチャー、牽制のサインもありますし、キャッチャーがね、出したサインに対して、まあ、外野に対してね、サイン送ったりとかも、そういったこともするんで、だから非常にその、多いんですよね。で、いきなり来て、ショート入って出てくださいっていうのは、ちょっとできないと思うんですよね。二軍でいくらやったとしても。うん。だから、僕はサード、初め出るんだったらサードなんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。で、その場合ですね、サードにココモンテス選手が入って、で、ショートが、門脇選手が伊豆口選手というところで、レフトがここで岡本選手が入ってくるのね。うん。だから、若林選手が、佐々木選手がね、また、まあ、出る幕がなかなかなくなってくるっていうところはね、まあ、あるんじゃないかなっていうふうに思います。で、センター、ヘルナンデス、ライト、丸さんというところで、まあ、ここは変わらずというところ。うん。まあ、これは結構可能性としては高いんじゃないかなっていうふうに僕思うんですよね。で、3パターン目。これはね、打撃に鬼特化したというかね、もうこれは、まあ今考えられる、まあココモンテス選手も加入したと仮定して、一番、打線が強い、オーダーになりますと。まあ、キャッチャー岸田選手、ファースト大城選手、セカンド吉川選手、まあここまでは一緒なんですよね。で、サードに坂本選手ね、状態のしっかり上がった坂本選手を入れると。で、先ほど僕、ショートはないと言いましたけども、ココモンテス選手をショートに入れると。で、これがもしできないとするんだったら、先ほど、言ったようにね、ショートがやっぱ難しいよっていう風に、なった場合。で、でも、やっぱり打撃力が欲しいよっていう風に思った時は、坂本さんをショートにするっていうオプションも、あるんじゃないかなというふうに思います。今僕が言ったのは、サード坂本さん入れて、ショートココモンテスっていう風に言いましたけども、まあ、ココモンテス選手の守備次第ですけども、ココモンテス選手をサードにして、ショートに坂本さん、これが多分ね、打撃というところを考えたら一番いいと思うんですよね。まあ逆、どっちもあります。ココモンテス選手がサードに行く場合もあるし、坂本選手がサードに行く場合もある。どっちもあるんですけど、ここを、ね、入れ替えるっていうパターンが、まあ打撃力だけを見たら一番強いんじゃないかなと思います。で、レフトに岡本選手。で、センターにヘルナンデス選手。これで、ライトか。ライトに丸さんっていうところで、この3番目の僕が今言ったオーダーっていうのは、まあ非常にめちゃくちゃ、打つと思います。正直ね。まあ、正直まだね、ココモンテス選手がどれぐらい守れるか。まあ、打てるかもそうだ、そうなんですけど、どれぐらい守れるかっていうことに、ところによって、ショートに置くのか。うん。それともサードに置くのかっていうところだと思いますし、実際ね、僕動画とか見ましたけど、僕ね、バッティングはね、多分ね、モンテス選手やると思うんですよね。いいバッターだと思います、普通に。だから、僕が懸念してるのはどっちかというと守備なんですよね。だから、守備が、あ、ほんまに、あ、これいいやんと。まあ、伊豆口、門脇と比べても、まあ、遜色ないよね。っていう風な形になってくるんだったら、ショート入れてもいいのかなっていう風に思うんだけど、僕はちょっと厳しいんじゃないかなっていう風にね、まだちょっとまだわかんないけど、見てみないとわかんないけど、そんな感じでしてるんで、だから、サード、ココモンテス選手で、まあ、ショートが伊豆口選手か、門脇選手か、で、本当に状態が上がって、体が、
良くて、本当にチームの状態というか、バッティングの状態を上げていかないといけないって思うんだったら、本当に、坂本さんにお願いしてね、ショート坂本っていうオプションも、ありなんじゃないかなっていうふうに思います。はい、そんな感じでですね、今日はですね、まあその安倍監督の発言がね、いろいろありまして、ちょっとね、皆さん頭こんがらがってると思います。僕も情報量が多くて頭こんがらがったんですよ。だからね、こういう感じでね、パターン1、パターン2、パターン3みたいな感じで、ちゃんとメモ書いて、ちゃんと頭の中整理して、ちょっと皆さんにね、お話し、していこうかなというふうに思ってね、今日このような動画を撮らせてもらってます。まあね、やはり何回も言ってるけども、やっぱりココモンテス選手のあれ、実力をね、見てからだと思うんだけども、やっぱりね、動画を見る感じはですよね、なんだ、バッティングに関してはね、めちゃくちゃいいもの持ってるんちゃうかなって、まあ成績も含めてね、思ってるんで、めちゃくちゃ強なるよ、多分これね。うん。まあ、守備の面がちょっとね、不安なところはありますけども、まあ、その大城さんであったりとかね、ファーストでね、あまり慣れないポジションかもしれないけども、しっかりね、この間ランダムプレイでのエラーはありましたけども、それ以外はね、無難にこなしてますし、やっぱりあんだけ打ってくれるとですね、大城使いたいなっていう風になるんでね、うん、僕も実際大城さんの今の状態っていうのはすごくいいと思うし、大城さんを使いたいと。でも、カズバも使いたい。で、ココモンテスも使いたいし、坂本さんも使いたいってところで、まあちょっと欲張りなところはあるんですけど、でもね、まあ岡本選手がこういう感じでね、フレキシブルにというか、まあ、柔軟にね、守備位置を変えてくれてるっていう、変えれるぐらいの器用さがあるっていうところがあるんで、ジャイアンツね、こういうオーダーが可能になってるんじゃないかなというふうに思うし、まあ、冒頭でも言いましたけども、やはり、4番のね、岡本選手が、打撃に専念するためにはですね、やっぱり守備位置をある程度固定しておいた方がいいという意見ね、多いと思いますけども、岡本選手が器用があるが ゆえにね、で、こういうオーダーっていうのもできるし、やはり岡本選手っていうのは、まあ、打つだけではなくて、こういうね、守備での貢献度というか、器用さっていうところも非常にね、評価されてると思いますから、献身的なね、姿勢であったりとか、そういったところも非常にね、僕は、プレー以外なところではありますけども、非常にね、こう、当たり前じゃないよって、他の球団のね、4番バッターがそんなにコロコロ動くかって、動かないでしょって思うので、そういったところで、岡本選手のね、存在というか、こうやってね、言われたことをしっかりやってくれるっていう、この姿勢っていうのは非常に今のジャイアンツにとって大きいんじゃないかなっていうふうに僕思います。はい、そんな感じでね、今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。